一番最後の、なんていうのかな、4拍子的に言った時の一拍だけであまりゆっくりしようとすると、ちょっといきなりそこでこう失速した感じになっちゃうんで、もうちょっとなってたかな。ただね、最初の音よりも、この特に上の音がもうちょっとこうシンコペーションとして、一拍目よりも、ここにもうちょっと重みが、重みというかこう、音の輝きが欲しいかな。こう一番最後の部分から少し収まってくる。この辺向かって行って、ここから。この。ここ全体で収まってくる。そう、まだね、まあ、僕こっち側で聞いてるせいもあるかもしれないけど、ドーンってきて、少しこうか弱いんだけど、まあ、これ堂々と始まるから、これよりも、向こうにもちょっとこう向かってみる。タタタタタタラタタ。そう、どこまで向かっていくかっていうのがね、もうちょっと分かるといいんだな。これは。っていう感じがあるでしょ。これに対してここからこれがまだって向かっていかないで終わってくれるんで、ここから見てみC からじゃなくて、レから。C はまだ向かってるから。まだ向かってる最初。じゃなくて、ここを分岐点にして。最初はもちろんここからだけど、あとは全部。
シェンド書いてあるだけでフレーズとしてこれで終わり。それから、そうだからフレーズっていうのがどこを起点、どこを始まりとして、どこに向かっていって、そこをどこをその頂点として終わっていくかっていう方向がはっきりする。これちゃんと終わるように終わるのを確かめてそれから。Thank you.
でこっちはシンコペーションって2つの要素がここにある。それがタタタタタタ普通にできてるのと同じように、いろんな弾き方できるけど、同じように弾くとそのシンコペーションは何だったんだろう。しちゃったみたいな感じで、その先に何がないの、何もないのみたいな感じで聞こえちゃうんで、一回テールに戻った後、ここまではいいんだけど、そこから、だんだん遠くへ行くように終わらせないと、あら、終わっちゃった。ちょっと死にきると思います。3段目から。Thank you.
ね、少し前にかな。8本プラ出てくるメロディー、連続するメロディー、少し前向きに進めて、だからタン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 というのがちょっと漂って、小さいと思います。左足ももちろん参加しておる、いつでも使えるようですよね。ちょっと収まって、で別の線で、thank you.
対して結構もうちょっとゆったりでいいと思う。この名残惜しんでるように。タンタンアンラタンってリズム、タタンラタンみたいな。